私の次の変化は、サラリーマン辞めたことで、ブログで、こうやって顔出しさせていただいてるってことですね。顔出しするって、こう、顔出しすることなんですけれども、多くの人ってやっぱり恐怖だと思うんですよ。私の昔の自分だったらありえないですね、これ。ただ、友部知識認定コーチとかってなると、皆様にそのコーチとして知っていただくのがお仕事ですから、そうやって皆様に指名いただくっていう行為がない限り、コーチングって始まらないんですよ。友部知識コーチングはご存知の通り、直接勧誘禁止でございます。布団の押し売りじゃないんですから、ねえねえ、私のコーチング受けない？あなた変えてあげるわ。だからどう？っていうのは、ありえません。無理です。いろんなコーチ比較していただいて皆様が選ぶっていうものですので、当然顔出しはさせていただいてます。結論としてですね、私はこうやって自分が変わっちゃってるっていうのが、だんだんと変わってきたのを体験してますから、私はそういう皆さんの方にもぜひ私と同じように、いかにその変わるっていうことが、素晴らしくって楽しいことかとかっていうのを悶々と悩んで、なかなか抜け出せないっていう歯がゆい思いをしているクライアント候補の皆様に感じていただきたいし、そういう変わる機会を提供させていただきたいなっていう、私がこうやってサポートをさせていただくことができますので、サポートをさせていただくことがなぜできるかっていうと、まず第一に理論を知っているからです。第二に自分がちゃんと体験して知ってますから、やり方を知ってます。ですから、私は今月もそのすでに見つけていただいたクライアントの方々と、コーチングを通してお会いしつつ、皆様との出会いを待っております。